どうもサーフゲームの鬼黒メガネです。まあキンキンですね。68センチの小座布団を釣りまして、まだね家の冷蔵庫にあるんですよ全然、うん、家の冷蔵庫にヒラメはいるんだけども、まあそう釣っときたいなとね、入ってる時に釣る、これが大事ということで、今日もね懲りずにサーフにやってまいりました。波の高さ3メートル、風速3メートルっていうヤフー天気予報だったんですけども、まあ、そんなに風強くないし、波も一番奥の方は高いかな、でもまあ言うほど3メートルもないかなっていう感じ。ただ若干じゃないな、濁ってるね。でこういう濁ってる時にあんまりね、この波高いな、波高いですわやっぱ。こういう濁ってる時にあんまりこう上の方を通すと、この何ヒラメから見た時に真っ暗だと思うんですよ、本当に何も見えないと思うんですよね。だからできるだけ近くを、ボトム近くをこう這うようにね泳がせた方がヒラメに目視されやすいんじゃないかと思いまして、こちら、ダイワさんですね、フラットジャンキー、サーフハリケーン110S ヘビーシンキングです。ちょうど今ね、満潮からの下げの時間帯だから、ちょっと水深がねあるということで、まだこのサーフハリケーンで私魚釣ってないので、ぜひちょっと釣らせていただいて、まあ購入レビューとかね上げてみたいなと思っております。波はそのここは低いかな、まだ。濁ってるとあれかな、棚上げてやるとシンバス食ってくるか。左に流されるから左に行こう、流されるところへ。いまいち飛ばないな。この私のキャストがどうしても固定重心の場合は飛ぶんだけど、これ重心移動するものは私のキャストではちょっとあれだな、うまいこと飛ばないな。なんでなんだ、もう座布団クラスでもあれなんだよね、
んまり泳がないっていうか、こう膜から浮いてくる、浮かされるから下へ潜るっていう、もうそれだけなんだよね、そのヒラメの引きってね。こう左右前後に動くわけじゃなくて、もう下へ下へと潜るから、移動範囲が狭いからね、60センチだろうが70センチだろうが、さほど引かないんだね。よくね、サーフでゴミ引っ掛けたりね、ビニール袋引っ掛けたりするけど、ほぼ一緒、ほぼ一緒、たまに動く感じ。あの68センチは動いてたからいいけど、あれ動いてなかったら、あ、ゴミか、もうそんな感じ。そこ分かりますかね、あの泡がね、泡がファーって縦に伸びてるの分かりますか。よいしょ、ほら、この離岸流の見つけ方なんですけどね、白波がある、白波がある、白波がない、そういうとこがもう離岸流、波が起こってる、波が起こってる、その間波が起こってないとかね。離岸流って一言で言ってもですね、その表面の出方っていうのがいろいろありましてですね、同じじゃないんですよ、いろんな離岸流の出方っていうのがあって、その一つがあの泡、ペットボトルをこうシャカ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 すると泡出ますよね、お茶とかね、お茶をこうシャカ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 すると泡立つでしょう、こうザプンザプンってね、こう 波が揉まれて揉まれて、まあ不純物かなんか分かんないですけど、それがこう泡になると、泡がなんでスーッてこう縦に伸びてるのかっていうと、流されてるから。なんで流されてるの、離岸流に流されてる、ああいう泡めがけて、ちょっと低い、距離が届かない、ああいうのめがけて投げる、そうすると魚が釣れる確率がね上がる。そう、地形変化を見つける、それがサーフゲーム攻略のね、全て。これがね、もう本当慣れてる人は分かるんですよ、慣れてる人は。これ黒目がね、お前当たり前のこと言うなよとかね、もう知ってる人は分かるの、知ってる人は、これ初心者は分からないの。何回も何回も説明を受けて、何回も何回もサーフ通って、それでやっと分かるんですよ。怖えな。だからね、お黒目がね、お前同じこと何回も言ってるなってね。その
話前も聞いたぞと言う人いらっしゃるかもしれませんけど、これがね、だから初心者の人にとってみると、渡れ、今渡れ、今渡れ、今渡れ、やばい、リールが全部海水に浸かっちゃった。転んで、やばい、全身浸かって、リールが全部塩水に浸かっちゃう。急いで真水で洗わないと。買います、配送です。